ルートゾーン LGR というものです。ルートゾーンとかルートっていう単語は先ほど話したことと同じなんですけど、中身は全然違う話になります。ルートゾーン LGR っていうのは、トップレベルドメインが、まあ、何年か前にいっぱいバッと増えたんですけど、その時に ASCII だけじゃなくて、例えば漢字の TLD とかできました。で、実は、その時にはちゃんとルールを作っとかなきゃいけなかったですけど、まあ、あった方が良かったんですけど、まずは、TLD で、英語文字以外が使えるっていう状況に今なってます。が、今後、例えば第2ラウンドでさらに IDN とかが、追加されるとすると、もう少しちゃんとしたルールを作っといた方がいいねっていうことにもちろんなるわけで、で、そのためのルールを、作るっていうのが、このルートゾーン LGR っていうものになります。で、いろんな言語、IDN の TLD っていうことになると、そこに乗っかる言語、もしくは、言語文字ですね、に関してルールを作るわけで、その言語コミュニティ、もしくは言語文字コミュニティがどんなルールがいいかなということを検討すると。これはまあコミュニティが主に検討し、ICANN としてまとめるっていう、そういう仕組みの中で、日本語については JGP っていうパネルが、2015年頃からですね、もう5、6年やってますね。2015年頃から検討を開始して、まあ、そろそろ収束させなきゃっていう状態になってきます。で、もちろん第2ラウンド、GTLD の、ニュー GTLD の第2ラウンドまでには間に合わせたいということで進めております。次お願いします。で、まあ、IDN-TLD のルール作成に向けてっていうことで、ルートゾーンには様々な言語とかスクリプト、G ですよね。G の種類が存在しました。で、まあ、ポイントとか難しい点の一つは、いくつかの言語スクリプトには同一視すべき、した方がいい文字同士が存在します。例えば、慶応大学の O と O とかですね。この二つは違う字だっていう人もいれば、いや、互換性がある字だっていう人もいるわけですね。で、日本だと違う字だっていう人もいれば、互換性がある字だっていう人もいるんですけど、例えば中国でこの2つの字を見ると、中国の人はこの2つは全く同じ字だ。使う人が違うだけで全く同じだっていうことになるわけですね。まあ、こういうのを異対字と呼びます。それから、まあ、例2の方に書いたのは、これまあ皆さんも分かりやすいかなと思う。漢字の2とカタカナの2っていうのは、すごい似てるよね。とか、まあ、少なくとも単独で存在すると同じに見えるよね、みたいな。これどう扱います？で、これどっちも全く違う字だよって言っちゃうと、まあ、フィッシングとかに使いやすくなったりとかってことあるねっていうようなことで、じゃあ片側使われたらもう片側使えないようにした方がいいんじゃない？みたいな話が出てくるということですね。で、まあ、今言ったような、ルール、同じ文字とみなすかどうかみたいなルールを、ちゃんと決めとかないと、新 GTLD みたいに申請されてから、その文字列を見て、これダメなんじゃないとか、あれと似てるねとかって話を、するっていうのが今までの方法だったんですけど、そうじゃなくて、最初からこれとこれは似てるから、ダメとかですね。ルールで決まってるようになるべくしようねっていう、その標準ルールとして決めようとしているということ。これが、今作ろうとしている LGR っていうものです。それから、まあ、一番下に書いてるのは中国語、日本語、まあ、韓国も、昔は、というか昔とあと、つい最近は漢字も使いますんで、漢字を共有するわけですね。ですから、中国語で、この O と O は一緒だって言われた場合に、TLD のところに、場所に、この
形容って書かれるとですね、もう一個の形容、難しい形容っていうのが誰かのものだとすると、簡単な方の形容っていうのは他の人が取っていいのかどうかとかっていうのを、まあ、決めなきゃいけない。日本人だけじゃ決められない、中国人だけじゃ決められないということで、お互いに調整が必要なことが出てきます。はい、次お願いします。で、まあ、検討してきて、12月3日に、ICANN 報告会がありました。でそこで、こんな提案に、収束させようと思っているということで、まあ、意見紹介させていただいたのがこれですね。で、まあ、その場では、特に大きな反対意見が出なかったので、これで提案してみたんですけど、またコメントが来てます。ちょっと後でご紹介しますが、使用可能な文字っていうのは、JIS の第二水準でいきましょう。これは今の JP ドメイン名と同じルールです。それから、異体字の定義は、日本語独自では異体字は、定義しない。例えば、ここに書いてある国と国っていうのは、3つとも国とか国とか読むやつですけど、異体字としない。つまり、それぞれが独立した字なので、どれか使ったからあと2つは使用禁止とかそういうことはしないっていうことですね。それから、視覚的に同一な文字同士は最小限のものだけにしようっていうことに、考えていました。それからもう一つ、これは重要な点なんですけど、中国語、韓国語で、異体字を定義したとする、まあ、さっきの形容の O 同士ですね。で、中国語ではこれとこれ同じ字だって言ったら、日本語でいくら別の字だって言っても、まあ、中国人は同じ字だと思うわけで、安全側に倒すと、同じ字だとみなして、どっちかが使われたらもう一方は使えなくするとか、少なくともどっちかが使われたらもう一個は他の人が使えるっていう状態ではなくするみたいなルールを使った方がいい、作った方がいいねってことで、中国とか韓国の LGR で定義された異体字は日本語 LGR にも取り入れるということがいいかなっていうふうにお伝えしました。はい、で最後に書いてるのがちょっと難しいんですけど、申請されたラベルに加え、そのラベルの異体字ラベルのうち常用漢字だけからのものは TLD として使用可能とするっていう、ちょっと変わったルールを作ってみようと。例えばこれ何言ってるかというと、慶応大学っていう王と学っていうのは旧字新字があるわけですけども、旧字新字を使って旧字を使って申請した人は、新字のラベル、新字っていうのは常用漢字なんですけど、この場合は。新字のラベルも OK にしよう、みたいなルールでどうかな。ちょっとややこしいルールですね。難しい慶応大学っていう TLD を申請した人は、簡単な慶応大学も、の TLD も使えるようにしてはどうかなっていうことを、この場は、2020年の末には、まあ、意見紹介させていただいて、それで ICANN に提案していました。すると、次お願いします。もう一個前ですね。はい。LGR 全体を統括しているパネル、まあ、IP と呼ぶんですから、そこから、コメントがありまして、丸1、丸2ということで。まず、似ている文字っていうのが、ユニコードコンソーシアムで言われている、まあ、10句にしたいと思うって言ったらですね、まあ、彼らからは、おとさいですね、1歳、2歳のさい。この2つも似てるから、これ似てんじゃないの、どっちか使われたらもう1個使えなくした方がいいんじゃないみたいな意見が来ました。例えば、丸1ですね。丸2は、慶応大学っていうのが難しい。TLD を申請した人が簡単な TLD も使えるっていうのはちょっとやりすぎじゃないみたいな話が来た。この2つが大きなコメントでした。次お願いします。で、それに対してまず1つ目は一番下に10組書いてますが、まあ、これがユニコードコンソーシアムから出てきてる、10組なんで
んですけど、まあ、これだけでいいだろうなと思ってたら、まあ、おとおはダメージなんじゃないのみたいな話が来たので、何をやったかっていうと、上に書いてある176人に、アンケート配布してサーベイを行いました。で、73人が回答してくれたんですけど、まあ、この10組で十分なんじゃないっていう人が、まあ、97% 以上いたっていうことで、まあ、この10組で行きたいと思いますってことをアイキャンに返事しました。次お願いします。で、二つ目は、まあ、遺体時ラベルっていうのを使えるっていうのは最低限にしろ。最低限で、かつ絶対必要だっていう証拠を出せっていうのが彼らのコメント、IP からのコメントだったんですけど、例えばここに書いてある被覆し被覆式乾電池復刻版っていう、まあ、ラベルがあった場合ですね。これは、遺体時ラベルが27個あります。で、じゃあ27個全部使えるの？使えるようにしたいって、まあ、我々は言ったわけですけど、そんなのダメ。多すぎって言われてですね。なんでそんなの必要なの？って言われ、まあ、それを減らさなきゃね。ということで、まあ、減らす工夫をしてみたということであります。で、その減らすルールが一番下にある、遺体字を持つ文字が、まあ、ちょっとだけだったら許してみたいな、それ4つ以上あるような文字列はもう数が遺体字ラベルの数が多くなっちゃうから、それはダメっていうことにして、申請ラベルのみしようかなにする。こんなルールでどうってことを返してみました。次お願いします。すると、またコメントが来てですね。まあ、一番目、丸一に関しては、まあ、その10個で十分なんだっていうことについては、まあ、いいのかなっていう感じなんですけど、二つ目に関しては、まだ多すぎる。27個もダメって言われたっていうことですね。遺体時ラベルの使用時の本当に必須なの？例えば、慶応大学っていう難しい TLB を申請した人が、簡単な慶応大学、ドット慶応大学ですね、ドット慶応大学も、本当に必要なの？必要な証拠を示しなさいって言われて、さて困ったっていう状態になったんですけど、次お願いします。で、まあ、それをさらに減らそうとすると、遺体時ラベルが存在する場合でも申請ラベルのみを使用可能とするっていうのが結局妥当な案なのかなっていうことに今、内部の検討はしています。 JGP っていうそのパネルの中ではそう検討していて、例えばこの表は何を意味しているかというと、慶応 V0.17 っていう一つ前の提案書の中で、慶応義塾大学っていうの難しい漢字動詞が入って、こう TLB を申請した人は、縦に読んで簡単な慶応義塾大学も使えます。この2つの丸が使えます。ただし、その右にある、簡単な慶応義塾大学を申請した人は簡単な慶応義塾大学だけが使えます。常用漢字だけっていう意味ですね。ところが、対案、これに対してさらに多いから減らせって言われたので、もう、申請されたラベルだけが使えるようにしましょう。で、難しい慶応義塾大学っていうのを申請した人は、簡単な慶応義塾大学は使えないっていうルールでいいんじゃないかなっていうふうに思ってました。まあ、そうしても実用性を大きく損ねることがない。で、つまり、まあ、TLD、インターネットにおけるドメイン名の TLD だから、難しい漢字と簡単な漢字があるんだったら、簡単な漢字を例えば使うに決まってるだろうなっていうふうに思い、まあ、じゃあ申請したものだけが OK になるっていうことでいいのかなっていうふうに考えてます。というのが、今の方針でして、まあ、これに対して日本の皆さんが、そんなわけない、俺だったら両方使えないと絶対困るっていうのは意見が大きいんであれば、また考え直さなきゃいけないんですけども、この対案の方で
ていくのでいいのかなっていうふうに今は考えています。ということで、ちょっとややこしい、お説明になりましたが、次お願いします。で、ご質問やご意見があれば、今伺えるとありがたいですし、後で、日本語について考えているチームの、意見受付窓口なりに、ご意見を送っていただけてもありがたいなというふうに思います。はい、以上でございます。本田さん、どうもありがとうございました。それでは、この日本語ルートゾーン、LGR について、ご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。ちょっと時間を押しておりますけれども、最後に全体通しての質問時間も設けますし、今堀田さんからありましたようにまた別途ご質問ご意見を寄せていただければということですので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは堀田さん、2つ報告ありがとうございました。